どうもアザラシです。この落ち着いたテンション、まずこいつを見てほしい。ワールド 3-1 2時間57分。そしてこの動画パート9ですね。つまり何が言いたいかというとパート9にするべきだったワールド 2-4 かなの続きの動画を間違えて消しちゃってクリアできなくて投げたじゃない。その後の続きのやつを間違って消しちゃって、なので今からそこまでもう一回やり直します。その経過の動画は今から撮っていく。だからここから全部スキップしてやりますんで、はい、ここからスキップよ、早送り、やったっていう、なんかせっかくなのでね、やったっていう記録映像として残すのでね、一切喋らずに淡々と倍速でねやっていきます。まあ好きな人は見てください。ほなそれではパート2の3の続きからお会いしましょう。
開催かーいということで、ね、戻ってまいりました。世界戦的には OK だな。戻ってきました。4の4攻略します。やり方はもうあまり覚えていないけれど、いやーなかった、駆け足だな。50分ぐらいかかったここまで。しかしこのステージ難しかった気がするぞ。そこ苦労しなかっただろうみたいなところがね、もう一回やってみると案外苦労するみたいなところがありましたね。ほら、危ね危ね。まあ、こんだけ集中し続けるとね、さすがに腕も鈍るってなもんよ。腕も鈍るってなもんよ。グラフ。グラフ GV。USB にアナログキャプチャー。謎の単語を吐いた。これはあれだな、なんかそういう風な GVUSB とかいうそういう風なソフトで、あのなんつうかな、あの赤黄色白の昔ながらの端子をがそのまま USB とつながるような、なんかコードがあって、それだけ使えばあの昔の なんていうかなエスタンシっていうかな、それがこう印刷できるっていうね。ちょっと手が手の動きが怪しくなってる。もしかしたらこれあれだな、もしかしたらこれあれだな、どうやってクリアしたんだろうこの4の4 4の4じゃない2の4。これクリアせんことには続きが上げられないじゃないか。ないか。あれ？頼むよ。頼むよ俺。アイチャップが見える。神。アイチャップ is 神。だいぶあのお疲れ実況になりましたね。お疲れさん実況。そうこれさ全然関係ないんだけどさ、あのこの動画と動画の間でな、動画を撮ってる間にあのスーパーマグネチックニューニューの実況してる人を見つけた、うん、たまたまっていうかもう、あもう疲れたって思って疲れたって思ってちょっとおもむろにスーパーマグネチックニューニューで検索してみたら、スーパーマグネチックニューニュー実況先駆者がいた。びっくり。俺が一番初めだと思ったのに。おびっくりだよ。しかもまあ近いタイミングでというかね、そんなに近くはないか、そんなに近くはないでした。去年ぐらい。これまあいいでしょう。ボタン押し間違えた俺が悪かったということですね。
だからドリキャスの実況をやろうっていう人結構他にもいるんだなっていうのちょっとへーっていう感じで、他にもいるかもしれん、俺以外にも。そういうこと、最大手みたいな、そんなレベルでももしかしたらいるのかもしれない。ただまあこのスーパーマグネチックニューに関して言えば、自分以外にはその人を置いて他にはいなかったから、まあ探しが足りんのだけかもしれんけどな。 YouTube とか、 YouTube じゃなくて Google とか他のあれも含めての調べた方がいいかもしれんけど、いやなんか嬉しかったな、スーパーマグネチックニューに他にやってる人がいるっていうだけでなんか嬉しかった、ね、でもまあその人の動画もそこまで伸びてはなかったね、さすがに。うん、世界で一番スーパーマグネチックニューニューの実況についてのあの共感が得られる人物かもしれない、もしかしたらな。また実況とね、実況のこの難しさはある、実際問題。戻ってきた、ここまで戻ってきた、こっちでいいや。イライラがすごいからね、イライラってことじゃないんだけど、やるせない感じがすごい、やりきれない感がすごい。戻ってきました、よし、なめんなよこら、へへ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 、おいで、こっちで行かん方がいいんだよな、多分な。こっちの方が良さげ。なぜならば。1アップはこっちにあったからね。はぁ、スーパーマグネチックニューニューをしてる人。おい！あれか？あの、電車のプラットフォームみたいなやつか？一見、繋がってるように見えるけど。足元をご注意してお乗りくださいって言ってたな。そんなこと言っとるかどうかわからん。あんまり電車に乗ることはないので。足元にご注意してお乗りくださいなんて言ってるかどうかは本当に怪しい。とにかくこの足元注意しないと落ちるからね。線路と、なんつうかな。線路とプラットフォームって何なんだ一体。なんとなく言葉が出てきたけど、プラットフォームで合ってんのかな。ちょっと今あのよ雑念があった、頭に雑念がよぎった、その雑念がこの結果を招いた。いや疲れてるな、元気がなくなってる。あ、ちなみにこのゲーム作ってるところは元気っていう会社ですね。首都高バトルとか作ってる、首都高バトルも作ってる元気の会社ですね。元気っていう会社が作ってますね。一応あの番宣じゃないけど言っとこう。おう、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 さあこの2番線乗り場から乗ろう。他にもなんかしてないかな、このシェンじゃない、またシェンムティーが来た。スーパーマグネチックニューニューに実況してる人いないのかな。世界中のスーパーマグネチックニューニュー実況をしてる人たちを集めて、ここめっちゃ苦労したとこじゃないだよね。もうめっちゃとは言わんか、そこそこめっちゃ苦労したとこじゃない。だからこれこう自分の中で編み出したような気がしたんだけど、これはまずいぞ。おっと、確かあそこさえクリアしたらもうゴールだったような気がするんだが、
もうちょい。まずいまずいまずいってまずいって、うわ惜しい。あそこダッシュジャンプで、ダッシュジャンプで一気に感じた。焦るだよ、焦る、焦りは死をまで。このゲームに今ダッシュジャンプがうまいことハマってないな。だいぶ目も疲れてきた。これがうわーまずい、まずい、ちょっと深呼吸させて。いやちょっと息が苦しくなってきた。これはなんかね、あ、自分の中で攻略法みたいなのを編み出した気がしたんだけど、どうすんだったかな。この1段目に乗って2段目、ああ分かった分かった、1段目に乗っ、最初の1段目に乗って、あの2段ずつの高さで越えられるから、2段飛ばしの飛べるから、最初の1段目に行くとうまいこと黄色に乗れるんだった。そんな感じだった気がする。焦るなよ、ちゃんと正確に1段目に乗って、ほら、焦ってんじゃないな、ちょっとその焦りじゃない、これは、これは焦りじゃない。今のは焦りと言ってもいいでしょうね。うわー怖いし、緊張してきた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 。まあ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 、焦るなよ、決して焦ってはいけない。うわ今あのダッシュしなければ黄色のままいけたな。うわ怖い怖い、もう一回。よし、いけたー。いやー頼むぞ、これ買わせるか。ちょっともうそれはダメだよ。オーケー、俺の心を試し、俺の精神力を試している。あそこまで行って、多分あの後あそこまで行きゃ終わりだった。ここからはもうスーパープレイですわ。
死の子の言わないスーパープレイだわ。死の子の言わせないスーパープレイをお見せいたしましょう。目が痛い。スーパープレイって言われたな。できる限り死なずにあそこまで行くってだけだけど。でさ、世間話になるけどさ、世間話みたいになるけどさ、そのスーパーマグネチックニューニューの実況してた人、なかなか声の可愛らしい、いい感じの人でね、ぜひともその続きが聞きたかった。なんかね、パート10ぐらいで止まっててね、続きがなかったのよ。つまりこの遺跡ステージのボス倒して終わりだった。だからもったいないというか、そのまま続けてほしかったなっていうかね。喋りもなかなか、まあちょっと俺ほどじゃないけど自画自賛。ああだからバカ。そういう実況者の輪は別に必要ないけど、スーパーマグネチック入実況を続けてだけ欲しかったな。見たい続きが。特にね、このあとだから、何本か実況撮った後の後で振り返って、このパート9が上がってないことを気づいたから撮り直してるわけで結構先までやってるんですよ、一応ね。ウエスタンステージの 3-2 までやった。それぐらいまでやったんだけどさ、だんだん本当ステージが難しくなってくるからさ、そういうところは苦労してる様を見たかったんだよね。なんか実況として、ほんとね、スーパーマグネチックニューニュー、手前味噌じゃないけどね、難しい。ほんとに尋常じゃないほど難しいの。だからこれを、この苦しみを共有してる人が他にもいたら、なんだか素敵だなって思ったんですね。いやー、多少頭おかしくなるよっていうぐらい難しかった。難しいのでね、ぜひともそれは同じ苦しみを味わえじゃないけどそうだな、根底にはそういう別に全然なんかそういう負の感情で動いてるかもしれない、根底にはね。的にはそれがあるかもしれんけど、でも同じ苦しみを味わえっていうのがあるかもしれんけど、でもね、やっぱね、一人でやるよりも、一人で苦しむより他の人も苦しんでる姿を見たい。なんだったらもっとこう有名 YouTuber もスーパーマグネチックニューニューに手出してほしいな。ヒカキンとかさ、ヒカキンしか思い浮かばんけど、ゲームの実況してくれる有名 YouTuber、 それぐらいしか思い浮かばんけど。よし、戻ってきた。戻ってきたか、これ。戻ってきてるわけではないか。戻ってきてるわ。だからん。ほら。余裕だもん。いける。臆することなく。臆することなかれ。よーし。これどうすんの。よっしゃー。
よし、あー疲れた疲れた。正直これを見るために戻ってきておいても過言ではない。そうそう、今回のニューフェイスでやすがね。はいはい。オリオン通りのことぶき屋でね、ショーウィンドウから足に訴えかけてきたんでやすよ。へえ。もうバカな惚れ方しゃべりましてね。ついには店の親父も諦めて、ブロックセットは足の手に。コアセットを中心に3タイプに変形する情熱の絶品。3タイプどでやす。全然興味なさそう。全然興味なさそう。なさそう。ちゅうことで、パート10に続きます。とだけ言っておく。お疲れ様でした。ニューニューの輪が広がるといいね。そんなことを思う。思いました。ほな、次でね、この、一体どんなボスと戦うことになるのか、分かることになると思いますので、楽しみにしていただいて。ほな、また。